AKB48 の3期生で、キャリア18年目の最年長メンバー、柏木由紀、32、が16日、横浜、ピアアリーナ MM で、柏木由紀卒業コンサートから17年間、歩いてきた、この道を開き、OG の宮沢さえ、33、2期生がサプライズ、登場した。赤い照明が踊る中、巨大スクリーンに柏木と宮沢が映し出されると、この日初となる OG の登場に大歓声が沸き起こった。さえ、ゆきカップルして人気があった二人は、柏木のユニット曲の代表曲、テモデモの涙をパフォーマンスした。